嬉しすぎて今日という日を待ち望みすぎて <laughs> やばい溢れ出るゆるキャンで始められねえよどうしたらいいんだこれ <laughs> 今日は11月、えー、4日ですね、えー、深夜0時に更新されたんでね撮り始めると思ったんですけどいつもも通り321でちょっと落ち着けないのでちょっと喋らせてもらっていいですかね <laughs> 僕のゆるキャンイを整理させてください そうじゃないとたっぷり2時間あ浸りたいと思うんだけど浸れないからよしそうしよう <laughs> やべえもうコーヒーも冷めちゃったよあ,あでもずっとねえーまあ、いろんなアニメでまあ、ゆるキャンが好きゆるキャンが好きと言っていてでももう一気も二気も見ちゃったからリアクションできないと言ってましたけれどもここにねあのなでしことかシマリンとかあとは シマリン帽子もたまにかぶってね、やったりしてましたけれども、本当に大好きでございまして、えー、最初にね、アニメ一期見たのは、確か京都行ってからなんだよね。僕、山梨生まれ、山梨町で今、ここに、山梨に帰ってきてるんだけれども、えー、就職で京都に行って、えー、そこで知ったのよ。なんで今なんだと。今めっちゃマジ盛り上がってるらしいし、なんかキャンプ場すげーに似ってるらしいし、 生きてーみたいな <laughs> なんで今俺はいないんだっていう <laughs> すっごい悔しい思いしながらでもねものすごい見返したんですよあの多分ね人生で一番見返したんじゃないかなってくらい本当に日常的に見るアニメじゃないですか朝から晩までゆるキャン付けで <laughs> 一番ね好きなね、えー、じゃエピソードは一気の3話かなもしくはしびれ子とかも良かったし3話もあれなんだよね、えー、と富士山見ながら ラデシコとシマリンが、えー、浜松餃子をめちゃめちゃ食べたやつね、えー、最初にがっつりやったキャンプだよね2人で本当の最初はあの1話だけれどもさあれほんと一瞬だったじゃんいや懐かしいなまたイルキャンが見れるなんてな嬉しいほんとこの世界観と作画ともう全体の構成と音楽も好きだしねあのもうね撮ってやるんですよ サントラとかを、ほら、ゆるキャンのさ、プレイリスト作って、もうね、もう全部全部入れて日常的に聴いてるんですよ。だから全部頭に入ってます。あの曲も、内容もね。で、映画は全くネタバレを、あの、食らわずに来てるんで、ちゃ,ちゃんとシャットアウトしてるんでね。えー、大人になったっていうところだけさすがに、あの、まあ、あの、公式の方から寝ててたから、 がっつり大人状態でやるのかもしくはちょっとやって、えー、やっぱ高校時代に戻るのかわかんないけども、まあ、ただオリジナルなんだよねいやー <laughs> 嬉しいなー <laughs> もうほんとみんなに注目していきたい2時間たっぷりあるからねがっつりやってくれるでしょう、まあ、一番やっぱ好きなのはナデリンコンビだけれどもいやでもみんな負けず劣らずえなちゃんもね えー、千秋もねいやーあ,あれちょっと待ってあかりちゃんがじゃあ大きくなったりするもしかしてあとはちくわがあれ大人になるってっても就職だか就職ってなると、まあ、5年後10年後くらいなのかなどうなるんだろうあやっとちょっと待ってちょっと待って。 落ち着いてきた <laughs> テンションが <laughs> あちょっと待って話題あっちこっちいってな <laughs> いつもはねほんと筋道立てて話すんだけれども今日ばかりは本当に無理だから <laughs> い,いやちょっとこのまま入ろうじゃあえー、っといつもだったら321ね一回切るんだけれどももうこのままやりますちょっとすいませんが <laughs> そのくらい好きって分かってください <laughs> じゃあ行きましょうかえー、321さあ映画「ゆるキャン」いやう嬉しい <laughs> 嬉しい待ち望んでた <laughs> ネタバレ回避大変だったな松竹ねおなんかぬーっと入りましたやんこれ本編だよね 富士山誰かがもうキャンプしてるどこだろう川内湖かあ <laughs> 車いるいるいる,いるみんないるよ <laughs> <laughs> ごめんなさいうるさくてあっちあきランタンもあるなでしこの。 なんかちょっと上級者っぽくなってません大人いや、ああ <laughs> ちくわ <laughs> えなちゃん。なでしこ、お団子ご作ってる。花火花火かわいい。<laughs> 花火大会か。それに合わせてきたのかな今の車多分先生だよね。みんないるよー。<laughs> <laughs> 嬉しいあ,あゆるキャンだ多分これ高校生だねうんうんうんやっぱり <laughs> おそろいかわいいあ先生 <laughs> イケイケ飲んでるし <laughs> マジ上級者になったなみんないいキャンプしてますなおおチキンかレモン乗っけてハーブとめっちゃいいキャンプ何これ最高やんうまそうだしアボカドと何だろううまそうなでしこ あおいしいねー <laughs> 千秋帽子おしゃれやな前髪伸びた千秋もめっちゃ好きあちくわあちょっとお裾分けもらったのああちょっと怖いね <laughs> いやめっちゃ綺麗花火 やっぱ高校生だよね <laughs> 飲み込め <laughs> いつも通りのみんなや大人になってみんながどういうふうな職についてどこに行くかねうんいいねこの静かな感じ。 湖だね多分カトリセンコおしゃれやなうんうんうんなんだろうねうんうんうんあの小声かけた時ね <laughs> うんうん、ね、お団子本当とかわいい うんいいねいいね海外まで行っちゃうでかいバイク似合いそうやなまあお母さんもねうんなじゃあそういう会になるのか プロローグだね大人になったみんなおおオープニングありか <laughs> <laughs> あ今の大人ショートカットなのか出勤もしかしてもう大人ってことだよね 一人暮らしかそれぞれの生活って感じになるのかなうん快晴おおシマリンのモーニングルーティーンやっぱ出勤大人ー <laughs> あ満員電車に揺られてる <laughs> だいぶ都会に来たな東京あま丸のあ東京だねシャチホコ出版出版社勤務 映画ゆるキャン <laughs> 嬉しい <laughs> 編集部シマリン編集長何歳なんだろう?「名古屋飯名古屋ごちそうマガジン」グルメ記事書いてんの まだ誰もいない一番乗り名古屋カフェ巡りすげえ似合う似合うデスクワークね取材に行ったりもするんかねやっぱ自分の足で同僚は なんかアフロヘアのこっちが編集長か刈谷さん,ほん,ほん出張帰りね忙しいのねねえシマリンかっこいいその服編集長別にいるのかシマちゃん <laughs> うん前は営業だったのね お山梨に出張したのね、はあ上京したのねマリンもう一個おうマジ何が始まるんだ あオグラトーストね名古屋といえばね味噌カツとかねうんうんうん今のヘレンドのカップかなうん <laughs> ボツ、フフか、ボツダメか難しい仕事なのねくじけない じゅどうしくどう、ね、じゅって言いたいの <laughs> なでしこだもう <laughs> その笑顔でわかるってか今なんかヘルメットかぶってた自転車あっ免許取るとか言ってたけど自転車になったか 確かに似合う似合うなんでしかといえば自転車だよねすげえかっこいい <laughs> やっぱつながってんのね大人になってもアウトドアモール秋島うんハンモック こんなとこあるんだフォレストオール森の袋あゆるキャンだえっとこれ吊り下げ式かいやほゆるキャンでいろんなキャンプ道具知ったよしたくなるよねキャンプ。 ここで働いてるのか鏡原天職じゃないですか <laughs> ディスプレイね先輩かでショートね二人ともまた おいやもうエキスパートでしょすごい似合うこ <laughs> み上げるものが <laughs>。 いろんな提案ができる <laughs> ゴールマン <laughs>。 いいなこんなお姉さんに案内してもらいて <laughs> 高校生かなあーランタンちょっとおしゃれな模様入ってる思い出すね ししないのいしてみたらこの店に来たならうんうんいやーする側になったのねなでしこー <laughs> いや一個欲しいなーガスランタン。 もうもうダメもう,だめ,もう <laughs> めっちゃ稽古使ってるとことかさ大人になったんやなってうんいい部屋おしゃれあお土産ね やっぱ変わんないね、そういうとこは。<laughs> 咲いてる <laughs>。社会人になるとね、なかなかね。うん。でかいバイク。山梨。集まりますか、みんなで。 ハハ <laughs> ど,どういう写真よお名古屋んあそっかあごめん俺ずっと勘違いしてたあ名古屋か <laughs> ま丸のお線で完全に勘違いしてたわ 居酒屋すげえリアル <laughs> お刺身と手羽ね絡み酒 <laughs> お酒飲んでる。 楽しそうにやってますねうんうんイベント会社だいぶいきますね えやめたほうもう食決まってんのね観光推進機構ほうええ何してんの <laughs> 物産店あるある おそれだえー、それそれシマリンのだよね <laughs> 恥ずかしいからちょっと <laughs> 酔っ払いの勢いええ、本当には 本当に行くの「へえフフフえ。<laughs> 来てくれたなおいハ <laughs> えらいこっちゃうん持ってこいじゃない 寝上がったよ。えー、え。え、冬だよね、これ。ねえ、こんな寒空の下、五時。死ぬ、死ぬ。とんでもねえことに巻き込まれたな、おい。 今週同行じゃなくて長期的にやんのここが始まり <laughs> あったあった <laughs> こうこん時ね青少年自然センターこれ本当にあるんか やる気やん。これまんま生地にする？かなり長期な感じになるけど。テント張りやすいね。ドタタタタタタタ。危ねえ。いろいろナオさんとな。 るもんなのまあ観光推進まあその辺でいろいろつてはあるのかうんうんうんもうほんとキャンプ場にしか見えんなんだ遊具じゃねえななんだえ 何だろういやでもいいねこう,うワクワクするねどんな感じにリメイクされていくんだろうんちょっと朝日出てきた あ、松ぼっくり、こんにちは <laughs> あ、言ってくれないか <laughs> いやーいい景色ここでキャンプしたいなもう決定ですねこれは。 すすけるってことは秋かごめんねいつもは結構見逃さないようにいろいろしっかり見てるんだけど今日ちょっと序盤興奮しすぎて結構 <laughs> また見返しますちょっとしっかり見よう リメイクしよう。お。なるほどね。 すげえ話になってきたな、本当。仕事に絡めるのか。あ、今でやるのか。<laughs> やるっきゃないでしょう。ち <laughs> あ<千明> <laughs> 子えっ呼んだんじゃないんだよねえうううん、んでここにえあ実況してたのね 忘れてたの？余裕が覚めて飛んだ？<laughs> よくこんな時間に。お鍋。いいね。ああ、なでしこんちだ。 カニおおっと二人ともお父さんもちょっといい感じになっとる千秋が一番変わってねえな <laughs> 満面おい <laughs> しいね一人一本つあったねちょ <laughs> 食べ方よりうまくなったな。 お母さんに変わらず美人めっちゃ飯テロなんだけどちょっとずりー <laughs> いいなえああそういいよねカニねああ超絶美人さんになっとるああいいねー あ、最高です <laughs> やめてお腹すくじゃんもういい加減にしろ <laughs> ちょっと大丈夫なでしこ <laughs> いいな最高あ取れた <laughs> 綺麗に向けたな <laughs> 何この空間あ <laughs> まあ、カニ食う時はねこれだとえなちゃんだけだね うん、犬子も変わってないね小学校先生あ似合うかもトリミングサロン <laughs> うんみんなっぽい仕事についてるねなの先生か 先生いたらモテるわなぜぜひともモ <laughs> られてんぞおいなでしこはそう言うと思った。 うんうん、うん、とかなる <laughs> なでしこにそう言われたらやるしかないなう,うん <laughs> <laughs> ちくわはどうなったのかな 役職。げ現場監督。あ <laughs>、似合う <laughs> はいはいはい。あは似合う。<laughs> その未来も見てみたかったね、本当ね。も、もろもろ裏方。<laughs> シュマリンリーダーであとボランティアとねい犬子服がでかい <laughs>、うん、まあ <laughs> そう言われてしまったら。 ええー。説得力ない。<laughs> 二人で車に乗っている。あ、お母さん。さきさん。いや、さきさんもすっごい好きなのよ。 なでしこのそういうとこほんと好きシマリもねそんななでしこがねいやみんな離れちゃったんだねおーかっこいいの乗ってらっしゃる 俺はおじいちゃんも喜ぶわ県庁にねうんやっと大人な感じになれてきた <laughs> オートバイ用品 メンテかねはやちゃん <laughs> より可愛げが増したなシマリン あやちゃんもバイク好きだもんねかっこいいの乗ってたもんななんでしこがまたがってオイル交換ねお土産ね ね、そうなるよねなかなかない企画よねうんうんうんゲゲブ版 <laughs> こら気合でやらねばいい同僚やな いやマ間で,でやるつもりだったんだねあー来たーちくわは左の足もっと見えないけど来てないかやっぱこの5人じゃないとね の来るを思い出すなまんまやん <laughs> ひでえなこれんおロボット神社君神社の神社 あ,あ、起動した <laughs> 最近多いよねこういうのあ,あ勝った <laughs> あ負けてる <laughs> でも他にもいろいろできるんだよねなんか物運んだりとか企画現場作業運営 本当に大変よできるの大人パワーってすげー <laughs> うんうん。 めっちゃ先生やなあーいいねいいねうんうん理想はそれだね考えだしたら止まらんね大人なって稼ぐようになったらさどんなキャンプするんだろうねってさっき話したじゃん冒頭で。 ここまでとは <laughs> お <laughs> サンタクレンジャーだダッシュ村みてだなゴープロ ーープロヒーロヒー高校生にしかもう見えんすごーいこんなんワクワクするわー大変だよそこからだよな 慣れてないもんな一応一席ではなうんうんだんだんペースも上がっていくだろうけれどもねどんだけかかるマジで下手したら年単位やでほんと 白すぎる。ね、本当なんなのこれ。なんかの骨組み？ビニールハウス？鳥かご？はー。<laughs> なバカな。え、これ本当なの？ 本当に笑えねえよ。なにそれ。<laughs> なんかいい活かし方がある。うん。お、仲間。岡崎さん。 おーありがてえうんうんうんあそっかそうほにそっからかうん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  ありがたいね、この教えはガチのマジでど素人5人やん <laughs> スケジュール管理大変だない,いの子千秋の人徳だね ペース上がってきたね。いや <laughs> あ、あいいねこういうの。マジ番組やん <laughs>。明日筋肉痛やな。 みんな元気やな <laughs> おお湯を沸かすやつねあああ、最高 ゃ満喫してる残 <laughs> る最終号やなすすで真っ黒になったレアカン思い出すね 描いてみるおーうまいもんだ絵になるとねだいぶねビジョンが見えるね。 おーさすがリーダーうん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 ゆるキャンプ <laughs> <laughs> ほんとだ <laughs> いいやいやそんなことないでしょんな子たちがもう作ってるってだけで全国ニュースになりそうだけどね他のところからもいろいろ話が来て。 ほんとかっこいいな <laughs> <laughs> あなたは <laughs> 覚えてるよね。教えてくれたもんねー。<laughs> マジかー。それがいいよ。 どんなキャンプ場にしたいかナイストウッドあもうなんか巡ってくれるのあちこち <laughs> これは繰り返し見なければ一回では救いきれんあーリンちゃんだね しびれこだ牛のお化けとか牛鬼の霊だっけ <laughs> ここを何にする 見えてきた。<laughs> 生活感。めっちゃ美人さんになったな、本当。 やっぱちくわはもういないのかなあーなるほどねうん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 みんなで作るか夢広がるねー楽しそう オッケーおコーヒーですかあさきさん <laughs> 大人になったね娘が再生 <笑><笑>うんもう年末か。 失礼かもしれんけどなでしこ車乗れるんやな <laughs> バイクの時みんなにさ言われたやんすぐこけそうとかガスケツになりそうとかさ締まりにだったっけうんうんああ団子お坂ね ナデシコの美味しい顔ほんと好きお、女屋の鐘 ええあ,あかりちゃんあかりちゃんお年玉はせびらないえ美大お先生うーん。 もうなんんんかだんだん時の流れを感じて切なくなってきたと <laughs> <laughs> どっかもう大学生かおありがたいね あ、いいんじゃんうんカジカザはね平行相変わらず酒好きなのね やっぱ揃うと、いつものみんなだね。<laughs> お。離れてても繋がってるねー。 踏み抜いたところがちゃんとあるよ <laughs> あ、はい、えっと作業、なんたら作業ゲレンジャー三 <laughs> 人だけ <laughs> なんか違和感あるなと思ったら大塚さんの語りがねえんだやばいよね いや無理があるやろうこの人数ではえわ分かった何とかするえっ、ー、重機投入なでしこ扱えんのやばえー <laughs> あでも結構ちっちゃい報酬受けてきたあ <laughs> すげえなおー大幅効率アップそうだよねこうでもしないと無理だよ <laughs> ずっと思ってたよ めぐりェ巡り <laughs> 様になっとるすげーさっき記事になりかけてたカフェがねあのカップからするとおっあっ やっぱこの語りがないとね頼もしいあそうだねこれできちゃうのがすごいよ大事大事おお 背景<体>が <laughs>。えなちゃんやな。マジダッシュ村レベルなんだけど。お前らすげえよ。すげえよ。現実的になってきたぞ。キャンプ場作るずな。作業着レンジャー。 そりゃ、面白いわな。うん。なんかいる、動物。狸か、狐か。鹿か。あ。やっぱ荒らされてる。ああ。ああ。 あるよね、やっぱうんうんうん危ないよねうんうんうん細心の注意を払わないと頼れそうな人がいる敵任者誰は <laughs> そんなバカなえリン,リンゴ持ってるえー、リンゴ持ってるってこと襲わせんのこいつに最後の仕事になるのかもしかしてジンジャー君命懸けやな整地したからちょっと歩きやすい <laughs> 不気味不気味 <laughs> じゃんけんしましょう ああなんだ死んだ。ジンジャーくんなんだなんだ今のは。一瞬じゃ分からんかった。死んでる。タヌキ あいつかイノしても来るかもしれんけどうんうんうん僕も <laughs> キャンプした時とかなんかタヌキとか来たわ漁さられた。 なんかちょっと小切れになったやっぱ建物がうん、なでりんうん、だいぶ様変わりしたんじゃないうん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 もう廃墟じゃないよ 普通になんかもうオフシーズンって感じやんもうこれでも十分な気がするキッズエリア建設中ドッグラン予定地さっきのキッズのところは作業のあれだったね建物、はあ、ちくわちくわ <laughs> ちくわだー あれ <laughs> <laughs> そっちか疲れちゃったかもうだいぶ落としですよね前は通り抜けていったよね先生の足元にいいあいいねちくわ そうかそのためにねうんうんうんレンタルテントでかいなほんとすげえ運動会って感じうん運動会 <laughs> これはどう見ても、うん、ペグみんなもう慣れたもんだねどういう 変テントあっ萩のね荻のね地元民はわかるこのねもじりさあずっと京都でね羨ましかったのよ「木野でしょ」ってなんだなんだなんかたくらんでるぞサーモンか 焼いて茶漬けにでもするか水も通るねしっかり <laughs> ちくわ <laughs> いや相変わらず可愛い,いなちょっとヨタヨタしてるけど円卓 <laughs> んとみんなもうあらゆる段取りが良すぎ薪ストーブ買ったのついにあレンタルかこれあったかいわああ工程の持ってこれん なんとか足確保できない松ぼっくりああ言ってくれた <laughs> 着火剤か暑い暑い <laughs> おほう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 なるほどね こんな道具が完成されてる三機あるんだよねうん、サーモンでかこんなん売ってんの見たことねえよサーモン祭りあ、いろいろ作る、うん、うん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  うん <laughs> おいっぱいやってやがる二代目先生やなお前 <laughs> 出来上がってますけどわかるけどね <laughs> 幸せだねまさにまさに。まさに いや、円卓いいねうんひっくれちゃったようんディールねうんうんだいぶシンプルやねニンニクとか入ってないんでしょ やさしい味って感じかうんうんうんまあサーモンとディルがあればねまあまあ <laughs> うまいなはい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 薄めにねうんうん 色は使いやすいよねほんとでも言いたいことはわかるあまだあるんじゃないあっんおお がっつり鍋やん <laughs> よく食うなお前ら石狩鍋ねなるほどだから味噌か湯葉ねお前らマジ最高のキャンプしてる <laughs> あ ほーっとうん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 さっきもあれにするのかと思ったけどもう空だったね <laughs> だろうな最高の夢やんキャンパーの全くですよ大変羨ましいですよ 凄す,すぎ、君たち。んちくわ大丈夫、たぬき出ないあ、やっぱたぬき感じ取ってんじゃないのんん掘ってるなんだ、ちくわは。何をしてるんだみんなできる子や。 はあスロープもちょっと作るあともう一個トイレ作るなんとかさすがに厳しいかなうん鳥かごね おなんか天然プラネタリウムって感じうん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 そっかじゃあ上開けたまんまにするか <laughs> 台なしだよ <laughs> くは。何見つけてきた。やっぱくわえてるよね。何これ。木。植木鉢。え。え、本当にそうなの、もしかして。え、調べてみる。え、なんかそう誇らしげだけど。何、こここれ、ワンワン。 なんか出す、出動すんの、ね、マジ今まで見てきたキャンプと規模が違いすぎる靴箱まで <laughs>。 くわよこれかわいい顔真っ赤だしいやめっちゃいい景色やないいな行きたいなこのキャンプ場本当にあったら順調ですねえマジで なんだ問題発生かええ何何何何何何結構ガチめの問題じゃない今の。なんか不穏だけど順調だっただけに。 操作さっきのうんほんとに出土したやんうんでうんほんと うんえ本当にそれで済む大丈夫え大丈夫まあちょっと休息ん狩矢さん カリアさんなんていい人なのってか聞いちゃったうんうんまあちょ,ちょうどいいねうんいやでもありがとうなんか少しずつなんかみんなのスケジュールというかがまずくなってくる感じ 行かこのもの欲しいというかあのハサミいいよね欲しいえだ,だ大丈夫かなあおいちゃん <laughs> 距離近いんやな人気もないんやなやっぱこの学校が3月でつったっけどうすんだろうそのあと旦立ち止まってみんなが自分の 周りを見るっていう感じになるのかな。大人のゆるキャンだ。もう時間の流れから、もう話の構成から、なんか。不思議な感じ。 えー、えそれがええー、そんな そ,そりゃそうだけどもえー、いやでもキャンプ場も今めっちゃ来てるよほんとにそういうことになっちゃうのえほっいや結構ガチやんこれうそ神社君,ジンジャー君も押し込んでるえこれどうしようもなくない でも共,共存させる遺跡とキャンプ場えー、そんなバカだそんなバカだえー、あやっぱ平行式だよ。梶じはね 嘘やーそそんな犬子どうすんの今後他の学校に行くの 話し合ってると元気出せでもさすがにここでキャンプ場は無理だよねいやどどうかなうんうんやっぱ他のいやでも そうじゃないでしょう。<laughs> それは。でも久しぶりやな。ね。<laughs> <laughs> 散歩連れてけって。 頑張ってるのね。いやそんなねえでもちょっとやらせてみる今は走ってた方がいいかマジいい人 <laughs> 今後詰めすぎないようにね。ええ。え、どうにかならんの。本当にさ。やっぱあそこじゃないと。でしょう。えー、それとも。そりゃ空っぽになっちまうわ。 こんなみんなで久しぶりに集まって楽しくさー、キャンプ場作ってさー、テストキャンプまでしてさーあ、ビバークまだ続いてるのね、ビバーク。あこないだの高校生、いやいや。<laughs> 卒業記念ねじゃあ取り置きもしてもしょうがないかねうん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 カレー麺とかねいいのよ楽しみ方知ってるよね これ頼り頼になるわ <laughs> いいんじゃない楽しみやね。いやほんといい店員さん。 大丈夫だよ。うんうん、転職だよ。ん なんか好転する？なでしこきっかけか？まえマジどうなる？わからん。あ、え<っ>、え、そんなバカな、え、あ、いつものシマリンの謎の夢？よ <laughs> そんなバカな。 え？完全に夢だね。疲れてんだよ。<laughs> ちょ何が始まったのよ。え？何何これ何この建物？ ねえ <laughs> これ長えよ5がああなっちゃったあまあこんなすごいとこ行かなきゃなこん <laughs> 詰めすぎなんだよしっかり休め <laughs> え旅立つの 気持ちは向こうに向いてるってことなんじゃないのん職場じゃないね帰ってきてすぐ寝ちゃったってことかこっちが聞きてえよ <laughs> 誰だ宅配便カレー麺んじゃ お母さん非常食ね桃ジュース新玄餅も入ってるなにしては期限短いのあるぞ結構桃 <laughs> ジュースと新玄餅早く食べなきゃお温泉突然の温泉 なでしこと温泉行ったことってあれどうやったっけさくらさんは一人で行ったか特別編でシマリンが温泉使ってたな山 <laughs> のおすすめになったぞ突然。 なかなかやべえな。でしょうね。もう高校時代からずっとかね。お散歩。本当この糸目の <laughs>。ちくわがめっちゃ可愛い,い。 ゆっくりだね。いやあ、時の流れを感じるなー。 てたい、ね、ろんなとこ連れてってあげたいっていつか別れが来るかもしれないけどどうにかならんの <laughs> お<っ>キャンプ場全体図。 おなんぞそれお気に入りなのね。ほんとだ言ってたね。 旅のおもう、ね、なんかゆるキャンっぽい BGM かかってきたぞ <laughs> うまそうただのカップ麺なのになんでこの2人くとこんなうまそうなんだ <laughs> 分けて あスープまでいっちゃうのう <laughs> ま<あ>そう <laughs> えおにぎりもでかいよ <laughs> 炭水化物炭水化物かいまあ消費するやろばっちり準備してきてるやん マジ山のめさすがなでしこいやいいなアウトドア趣味ー これまたキャンパーどころか山登りも増えますわな温泉だいぶ来たね <laughs> くたびれてる「日本最高所夜天風呂」日本の人元沢温泉 お疲れ様でした。うん。さくらさーん。<laughs> なんだかんだ妹思いなのよねー「夜天風呂、うん」この辺隠れると本当なでしこまんまやなんえどこうん中目はすごくいいね。 え、ん、ど、ど、どれ？え、はぁ？誰もいないし、え、来ないのだ、大丈夫なのこれ？え、そ、そういうもんなの？えー、はははははは。 あそうみんなで温泉あったな一回ほんとですな <laughs> うん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  ことになるといろいろ広がるよね。<laughs> すげえ<ー笑>。うまくいかないこともあるわな。でもでもでもどうにかならない。 きはうんほんといい人。 あれ自体ほんといい経験だったと思うけどうんうんうん 血沖が来たうんうん そうだよねー。<laughs> なわけあるかい。うん。動,動いてみますか。ななんだなんだ。な,なに何が起きるん。 県庁いやあの地べたでゴロネは忘れられないわなああ,あ,あはいはいあそこにね大人版の来るうん誰もいないまあその誰かがずっといるようなとこじゃないわな 松ぼっくり落ちてるジンジャーくだけうん松ぼっくり <laughs> <laughs> えなんかこれ見覚えあるぞ もう懐かしいよー。前は何でしかだけだったよね。ん?。あ。起動した。僕もいるよと。やばいやばい、やばい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 。や,やばいやばい。よく生きてたなお前。ああああ,ああ。あ、そういうことかよ、もう。 <laughs> ワック趣味 <laughs> <laughs> やらかすなほんとあやっぱ厳しい。ダハう 練り直しでやっぱ入れ込む感じになるうんまあやっぱ入れ込むキャンプ客もだって呼べるもんね そこで見てもらえたらうんはいはいはい、うん、そりゃそうだわなうんまあキャンプ場の方が順調だったもんね働くね君たちえー、すごい 素人でもいいのねこういうのほんと頑張るねすごいああすっげえの見つかったまさかこんなことになるとは <laughs> ウインナー うん、いいんじゃん <laughs> おおこっちのことも知っていく。 体が足りんすげえな本んう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 ん先輩の言ってることはすごくわかるそう甘えられるうちはね 風林火山。頑張れ。<laughs> 神社これ次第やで。 なっちゃんいやー取っといてよかったねキャンプ場のプロモーションとして作ったやつかな

すげえプレゼンあー飛んでるテントほ <laughs> <laughs> う完成予想図ねはい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 なるほどねあは,はいはいすげえなこりゃめっちゃ具体的 よく作ったよく練ったよくプレゼンしたすげえおおーいい風吹いてきたよめっちゃ頑張っとる。 マジでこんな展開予想もしてなかった普通に大人になってキャンプして終わるんだろうなーと思ってた残るやんもう うん、もう決まった <laughs> やったーやったーよくやったーお前マジすげー <laughs> ええ麦わら帽子皮だろうね中野さんすぐ生えるから。 おいいんじゃないキャンプシーズンえうんあーその帽子欲しい <laughs> やってやりましょういやでも夏にね 多いだろうねおーおーおおちょ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 お頑張れ体力自慢あまた岡崎さんありがてえすげえなれたもんやなおい。 ハハハハおっえやっぱブランコ持ってくうんありがてえよこんなん。 <laughs> お塗り直したんかなはい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 いいんじゃんあそうだねそこも塗り直せないけどさすがにね 大変だこれおおこれドラム缶カレーのあどっドックランいイポイドキとキャンプファイヤーの焼くスペースか焼き芋よかったー本当によかったー <laughs> あかりちゃんってことはデザインしてくれたのかなほ、うんおうおうみんなでさくらさんも来る看板か すげえすげえガチやん俺もちょっと簡単なユるキャンの三角みたいなんかああいう感じだなと思ってた <laughs> すごいのできたやん <laughs> 綺麗になってええー、短期間でよくやったなお前ら <laughs> す,ごすぎるこれは大拍手やべえお父さんひげ生やしてるよく見たら娘が作ったキャンプ場やでん え。エンジンの警告と。ほう。マジ。マジ。マジ。<laughs> もう一つ一つがもういや三機あるんですよ <laughs> <laughs> あ。来たのね。うんうんうん。初日ね。わあマジでできたぞおい。よかったな。 んやっぱ着込んでるのがゆるキャンっぽいねあれおやちょっと遅れてる初めての場所だしね山梨ってえおうん 分かりにくいとこいっぱいあるからねあ用意してるうんじゃあなぜはなな何してんの <laughs> そういうことやなそんなことあるかいへへ <laughs> ここまでここまでめっちゃ順調だったやん <laughs> あるある山梨じゃある <laughs> 大変だこれ <laughs> 10組やろ おお、だいぶくたびれてるけど。ああ、懐かしいの。任せろ任せた任せたお前に任せたいやー、現役ですね。うん、マイクつけてる。いや、完全に戻ったね。 わけのわからん道とかね道っぽいけどそうじゃないとことかあんのよとりあえず組目泊まれる場所あってよかったな <laughs> お手数おかけしますほんとに <laughs> よかったよかった 帽子までかぶせてもらってじゃんけんしよっかよかったよかったまやちゃんもいたねナビゲーターや。 アドックラン、使ってくれてるよいいんじゃんあちくわ <laughs> よかったねちくわ <laughs> 接客は任せろって感じやなほんとこうやって合わせてあればね ここまで来るのなかなかだからさ土器を見るためだけになかなか厳しいような気もするのよ確かにちょうどいいよほんと <laughs> <laughs> あっそういうことね ディシコ。 おじいちゃんあ,あ本物だよね <laughs> 一瞬幻影かと思ったけど <laughs> 来てくれたの、ね、バイクで相変わらずありがとうこんなんじいちゃん嬉しくてしょうがないわな <laughs> バイクにも乗ってキャンプ場作って娘が大きいあう孫が大きくなって いちゃーん変わんねえ全然 <laughs> 一瞬全く触れられないからもしかしてもうかと思ったよあ <laughs> 楽しそうや <laughs> もう胸がいっぱいです あ、酒持ってきたなおいあかりちゃんもチクわいいキャンプ場できたやん <laughs> 叶えたなあ。 よくやったよく頑張りましたああいいねうんうんうん。 いい記事書けるねああ終わる終わるの終わるのああいやーあー歌詞もいいな ここれまたでじっくり聞こうもう想像も1段も2段も3段も,もうどんどん上を行ってきたわ <laughs> ま,さまさかこんなことになるとはキャンプ場作っちゃうでみんながね 就職してて先生めっちゃ似合うよあそばうどん <laughs> 嘘やでマジか犬用テントね鳥マーさんねこれもまた天職ですわ <laughs> しっかり宣伝も入れてね <laughs> なんだバカなんだどこから持ってきたんだよ <laughs> いやー先輩ありがとうお記事か原付バイクでどこまで行こう締まりにしか書けない記事や <laughs> いろいろ思い出したなおっ また来たかお。今度はテント。見に来た。高校卒業記念つってたっけ。さっきのは。 それぞれぞの足ね免許取っていきたいって言ってたもんないてたもんなちくわとなんでしこの車はやっぱお姉ちゃんリスペクトなのかなで一人一つテントか もちろんあのシマリンが一番年季が長いとは言ってたけどまあみんなプロだわなもうなあーこれがダイヤモンド富士ですかあーまたねー <laughs> ああ<ー> <laughs> いやーいいもん見させてもらったよマジで <laughs> ああ大拍手 <laughs> ああ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  新映画でございました本当にもう <laughs> アニメのネタがこれでもかというくらいもう入っていていやーじいちゃんも来てくれたね松ぼっくりもいたしいやみんなが大人になってたなほんとまさかまさかこんなことになるとは <laughs> もっとなんかゆるい感情じを想像していたよいやーキャンプ場作っちゃったね1年経ってないんでしょだって。 <laughs> ちょうど1年くらいかな「ダッシュ村展開になるとはな」で縄文土器ってまあまあまああるけど <laughs> いやーこのキャンプ場行ってみて5人が残るがキャンプ場上級者どころの話じゃないでもうだからみんなの完成形というかが見れたね みんなで離れてしまったけどまた会わせてくれたんだね、キャンプがね。で,で3期なのいやでもほんと3期あってよかったわ。これこれで終わってたの俺つらすぎた。<laughs> あゆるキャンはこれで終わったんだなって思うとこだったわあー。まあでも映画見た人はそうだったんだよね。僕はさ、絶対ここで見るつもりだったから撮っといたのよ。いやー、見れてよかったー。最高だった。 間違いなくゆるキャンだったけど、うん、大人版ゆるキャンうーんなんか空気感というかねだからこんな長編で見たことないからさゆるキャンをそこも新鮮だったし最初ほんとみんなが何かを言うだけでな,なでしこの声色とかすごい上手かったよね大人になってるみたいな <laughs> 来るものがあっていやほんといつもねしっかりアニメは見ようって思ってるんだけど絶対救い忘れないように今何をしてるどこにいるとか <laughs> 最初のあたりも。 名古屋とか東京とか分かんなくなっちゃっててはあいやそのくらい本当大好きなゆるキャンのね映画見れてすごいよかったああ面白かったああ山あり谷ありいやー最高でございました本当にありがとうありがとうありがとうさっき楽しみやなあ ーールスターやったね、はあ。胸がいっぱい。あ、はあ、これで生きていけるわ。<laughs> しばらく <laughs>。じゃあ3期を心待ちにしております。で、また見返したいと思います。これもね、何度もね。もう最高でございました。<laughs> 終わらせたくない気もするけども。じゃあ、一旦たんにしましょう。また3期絶対やるからね。 はい、というわけで、えー、今日の「カズマックスのアニメリアクションでございましたまた次回3期でお会いしましょうじゃあね <laughs> <laughs> ああ最高だったよ <laughs>